読みながら待機して、予定通りの調整を申し入れて、現状で上がってきていると感じています。日本人トップと、あとは、まあ、自己ベストと世界選手権の標準に来るところも頭に入れて走りたいと思います。今の状態は、すごいいいわけでもなく、悪いわけでもなく、いつも通り普通な感じで、目標タイムは26分切りで、入賞することを必要にしています。調子の方は上がってきてはいるので、まあ、明後日は2時間24分切り目標で、しっかり NGC の資格を確実に取ることです。確実に、この3ヶ月間、12月のあたりからは、練習を積んできているので、そこはいい方かなと思っています。最大の目標としては来年のパリのオリンピックで金メダルを取る。